僕はサッカー好きになったきっかけが浦和南高校なんで、あの水沼貴史さんが1年の時全国高校選手権した南高を見てからからサッカーが好きになって、高校の時サッカーずっとやっててキーパーやってたんですけど、最後の試合も浦和南高校で延長戦でインターハイ予選で田口選手後に列に入る田口さんがセンターフォワード1対0で負けたのが僕の高校の最後の試合。じゃ金子さんはもうレギュラーでやられた。あ、僕そうですね、ずっとレギュラーになりたくて、始めたのが遅かったんで、このままじゃレギュラーになれないと思ってキーパーになって、その3年生が卒業した後の新人戦からレギュラーでやってて、まあ、僕が高校でやってた頃、まあ、埼玉が最後に優勝した、はい、武南が優勝した高校選手権、あれ以来優勝してないんで、まあ、そうですね、まあ、その当時の埼玉のレベルはもうものすごい強かったんで、浦和に対してすごいリスペクトがあったんで、まあ、J リーグのクラブができた時、まあ、何の迷いもなく、まあ、浦和レッズ、まあ、応援したいなと思いましたね。その頃からやっぱ浦和はサッカーの街って印象あったんですか？ありましたね、やっぱり浦和サッカーの街っていう印象はすごいありました。 その前にやっぱり浦和とか市立がもともと強かったんで、サッカーといえば浦和っていうイメージがいましたね。で、僕が知ったのは越谷っていう浦和の隣で生まれ育ったんで、はい、この水沼さんが1年生で全国優勝した時に、あ、そんなに浦和ってサッカー強いんだって僕は初めて知ったんですけど、もうみんなもうそこはサッカーの街だっていうイメージはやっぱ高校サッカーですごいあったと思いますね、はい、一番最初に見た試合って覚えてます？93年はなかなかチケットが取れず、最終戦ですね、国立のヴェルディがセカンドステージで優勝決めた試合があるんですけど、まあ、その中で12月で雨が降ってレッツ多分0対4で負けたのかな。客も全然浦和の方が少なかったと思いますよ。でもね、そうやってその時にクレイジーコールズを初めて見て、0対4で負けてこの雨の試合でずっと応援してるのを見て感動してしまって、まあ、そこが結構最初ですかね、まあ、最初に見たのはそれですね。その後やっぱり仕事もプライベートも、あの結婚して子育てとかあって忙しくてなかなか行けてなかったんですけど、まあ、98年のワールドカップで日本が初めて出た頃から僕もだから日本代表割とあのフランスに見に行って、そっから結構サッカー観戦にハマって、それで99年 の, あのやっぱり降格しそうな時に初めてなんかやっぱりちょっとここで浦和が落ちるわけにはいかないと、やっぱ埼玉でサッカーやってきた人間にとって思って、そのラスト4試合をあの見に行ったのがハマったというか、99年のやっぱりあの落ちるか落ちないかっていう、あの残留をかけた4試合、駒場で市原戦、まあ、あの時のなんか小浜の風景とか、その後、ラスト残り2試合が轟きで川崎だったんですよ。席を探してたんですけども、席がもうなくてどうしようかなと思って困ってたら、まあ、中心でやってる人が来て、まあ、死ぬ気でやるんだったら一緒にやりましょうって声かけられて、わかりましたって死ぬ気でやりますって言ったら、ほんとど真ん中に初体験で、まあ、そっからですねかね、やっぱり結構定期的に、その後落ちたじゃないですか。最終戦もまたねちょっと行って腰が抜けちゃって立てないで行ったら、なんか朝日新聞の人に取材されて、新聞にコメントが、小学生の男の子と一緒に J2 に降格してもみんな辞めないで残って1年で J2 に上がってほしいと会社員金子陽太さんは語ったみたいな。その後また日韓のワールドカップが始まったんで、まあ、それも初めて、多分なかなかそういうことを日本に来ることっていうのがあったので、まあ、その時はだから結構また代表を、まあ、死ぬ気で思ってましたね。じゃあ結構しっかりゴール裏で両方とも。あ、そうですね、ワールドカップはね、もうとにかく取れる席が決まってたんで、その1年間チケットのことをひたすら手を使ってよって7試合見たんですけど、その時もすごい嬉しくて、まあね、日本とロシアで日本が初めて勝った試合とかも現地で見れて、まあ、その時なんかもう嬉しくて、あの西武の清原見たの、なんかもう試合終了の前10分前ぐらいに、もう涙、日本のサッカーがワールドカップに勝つんだって止まんなくなっちゃったのを覚えてますね。それでそのなんか日韓が終わって、そこからやっぱりちょっと レッツになんとなく日常の自分の近くのところに、まあ、90年代の終わりにまた浦和に引っ越したんで、そこでまた定期的に見に行くようになったのと、まあ、あとやっぱり2002年の初めてあのナビスコカップで決勝に出た試合、あそこにちょっとどうしても行きたくて、まあ、あの試合のチケットをなんとか取って、でその時に前日までちょっとロサンゼルスで
仕事してて、それでキックオフにもう間に合わない感じだったんですけど、その制作の男の子がチケットを取ってくれて、これ経由で外苑前からもう4日目上に海外直接から走ったら、はい、走って15分前ぐらいに着いたら、はい、そこでもやっぱりサポーターのスタンドのサポーターの全然知らない人たちがここ空いてるからここ空いてるからおいでよみたいな、なんかその、まあ、その翌年のルヴァンのあの土砂降りのルヴァンの時もちょうど偶然、まあ、あれ朝から並んで、そしたらちょうどリキの人たちが隣にいて、リキの人たちが一緒に見ようよ、なんかそういうのがすごいこう良くて、みんな一緒に応援しようよ、なんかその2005年とか3年の頃だから、そこでもうすごく夢中になってきて、あとやっぱり2004年にサポーターの人、シーズンチケットを持ってる人が転勤になってちょっと行けなくなって、そのチケットを僕が譲り受けて、まあ、そこからですかね、そこからは本当に毎試合行くようになって、まあ、特に本当に2年3年あたりからですかね、今日も変わらず来ていただいてる。で、金子さんといえば金子監督ということで、ウィアレッツ・ザ・ムービーの監督を務められたんですけど、まずこのウィアレッツ・ザ・ムービー2014年に公開されまして、2つ公開されてますよね。開幕までの7日間と、あとその後のみんなみんなみんな、これまず開幕の7日間でどういうような内容、まさに本当に世界のどこにでもあるホームの開幕戦までのあるチームのある1週間を記録できないかなっていうことですね。まあ、であとその前年にそのサポーター仲間であるそのプロデューサーの人から、はい、もう僕がちょっと岐阜でロケしてたと思うんですけど、電話かかってきて、はい、今度サッカーのレッツの映画作りたいんだけど力貸してもらえないかっつって、僕はディレクターとして、はい、もちろんって言って協力しますって言って受けたのが最初。おお、前年からじゃもう、はい、そういう感じで、それで、あの、まあ、ちょっとどういうのを作ろうかっていうことで、はい、まあ、シノプシスというかプロットみたいなもの僕が書いて、まあ、それをクラブの人に、はい、まあ、ちょっともうその時はもうすごい思いの丈を、はい、こういうものを作りたいっていうふうに熱くプレゼンして、まあ、それを受け入れていただいて、前年の秋はラビスコで柏とやって負けちゃったんですけど、はい、あの辺からこう準備したり撮影させてもらってっていうことですね。それでまあちょっとどういうふうにそれを作ろうかっていうことでプロデューサーとも話して、はい、まあ、まず前編後編作ろうと、で後編は割と選手とかにフォーカスした、まあ、1年通して終わった後のものになって、そういったことに、で前編はとにかく浦和に関わるいろんな人に登場してもらおうかなっていう、その裏方さんとか、あの本当に普段みんなが見れないもの、マネージャーさんとか、まあ、スチュワードさんとか、そういったものを取材しようっていうことに決めて、まあ、それでその7日間っていうことにちょっとテーマを絞って、まあ、ごくごく日常のっていうことに、日常のサッカーがある街の風景を描きたかったので、まあ、そういう風な切り口で撮りましたと思ったらですよね、はい、2014年といえば、ゆうじさん、なんですか、まあ、あれですね、はい、無観客試合ですよ。当初の予定とプロットとだいぶ違う風に、まあ、一回ちょっとそのことが起きて、はい、まあ、無観客試合も決定したりして、まあ、ちょっと映画も、まあ、なかなか公開できないんじゃないかっていう。あれ、俺たちが見てるからさ、この先わかるけどさ、うん、あの映画を全く知らないさ、海外のサッカーファン見たら結構衝撃ですよね。嘘だろっていう展開で、本当は世界中のこの人が見ても、あ、日本にこういうサッカーチームがあって、あ、こういう1週間なんだっていうことを映画にしたかったんですけど、やっぱあのことがあったので、まあそれはもういろいろもう議論したんですけど、フットボールの映画日本とはしたかったんですけど、もっと普遍的な、でもやっぱちょっと浦和の映画にならざるを得なかったんですよね。だからそういう中で僕もちょっと映画だっていうことよりも、まあ、こういうことが起きてしまったからこそ、なんか裏のサポーターがなんかこの映画をきっかけに何か考える、なんか、いや、僕はこういうふうに思わないよとか、そういうなんかこの映画がなんか議論する場になればいいかなと思う。それでだいぶ変わりました、ね、クラブ議論をしたっていうんですけども、例えばこうやっぱり出さないというかいうお話もあったりもしたんですか。まあ一回ちょっと最低額だって、まあ、ちょっとストップして、まあ、それが公開、本当に6月に公開することは決まったんですけど、6月に本当に果たして公開できるかどうかはちょっとわからないですけど、でも、まあ、僕らとしてはやっぱりこういう時だからこそ何か作らなければっていう視野すごい強くて、まあ、ずっとやってましたね、まあ、それを待ちながらずっと編集して、まあ、こういう風に
したらいいんじゃないか、ああいうふうにしたらいいんじゃないかっていうことをずっと。で本当は開幕で一段落つくはずだったんですけど、まあ、結局その後もずっと来ることになったんですよ。最初にそのこと聞いてどう思いました？その本質じゃなくて映画のことに関してまずいっていうか、これもしかすると逆に言うと表現者として伝えることができた。まあすごく落ち込みましたね。なんかものすごい落ち込んだんですけど、まあ、次の日はちょっと何かそのせっかく僕らここで映画作ってるので映画で何かできることがあるんじゃないかなっていう風な気持ちではありました。でその後こうみんなみんなみんなってもずっとこれずっと情熱大陸とか、はい、そんな感じで張り付いていたっていう感じ。まあ、そうですね。1年間そのことあるごとに、はい、まあ、僕と一緒にやった中徳っていう監督は、まあ、常に大原に行ったり、まあ、僕はサポーターの人とか裏方の人とか、まあ、いろんな人のこう話を聞いたりとか、こう1年間ずっと、まあ、要所要所で試合の映像って使うの限られるんですよね、はい、この権利のこととかがあって。当時はそう、特に今と違いますね。はい、だからそういったこと以外のものも含めて、まあ、1年間常にちょっとその公演については撮り続けてた感じですかね。全然ちょっと話がちょっと、はい、YouTube やってるとやっぱ編集がすごい大変で。そうですね、はい、疲れるなって。何時間ぐらいあるものをあの90分とかにされるものなんですか？もうひたすら撮ってるので、はい、もう何百時間ってあるんでしょう、ね、いやですねまあでやっぱり例えばだから開幕戦だと思う10台以上のカメラで撮ってるんで、あ、はい、まあ、それを全部まず 見るだけで2週間ぐらい。そうですよね。まあ、編集もじゃあ金子さんだった。編集もだからエディターのショットは一緒に組んで。監督ってそこまでやるんですか？まあ、エディティングディレクターっていうのがいる場合もあるけど、はい、まあ、日本はだいたいシューティングディレクターとエディティングディレクターが、まあ、映画になると割とこう編集の人に任せてやってる。撮影だけの人もいるし、全然違うけど両方やったんだ。そうですね。僕はエディターの人と組んで、あの、こういう風にしたいと、まあ、僕はちょっとこっちで素材を見ながら、あの、こっちでエディターの人に並べてもらっていく感じですね。本当に100人がやったら100通りの映画ができるぐらいの素材があるので、まあ、僕編集好きなんで、まあ、面白いなとは思いますけど。そういう時に今回90分100時間とかの中から90分選ぶ時に多分一つなんかこう軸というか信念みたいなのがないと選べないじゃないですか、はい、そこで一番大事にしたことは何なんですか？やっぱ自分がこう撮ってる部分に関しては、はい、やっぱ撮ってる時にあここは絶対使いたいなとか、うん、この言葉は使いたいなみたいなのがあるんで、例えばそのマネージャーさんの関さんと、はい、まあ、シモン君と2人で準備してる試合前の開幕の試合前の準備とかもそれだけで2時間ぐらいずっと話聞いてるんですけど、まあ、その中で関マネージャーが言ったこの言葉、この言葉はすごく、まあ、だから自分が撮ってるものに関してはその現場でここだけ、まあ、それをだからこうバーッとそこのそうですよ、ね、タイムコードを、はい、チェックして大変だな。じゃあ本当にじゃあ2時間インタビューしても、まあ、使うのは一番、まあ、まあ1分とかそう、はい、1分いいところ、はい、特に本当にこの映画はドキュメンタリーだったんですよ。とにかくずっと取り逃してはいけないっていう、大変だな、はい、脚本があってね、はい、その通りに演じてもらうんだったらそうですよね。あれなんですけど取り直しができないですもんね。とにかく選手のインタビュー本当に1時間ぐらいそのうち使ってない1分とかそのすごい強大な中の時間の中で、はい、なんか一番思い出に残ってる、まあ、ちょっとだいぶ2014年なんで8年前なんで、はい、だいぶ前になっちまう、はい、一番の思い出に関してその前編の時に、はい、まあ、そのいろんな裏方さんとかスタッフとかサポーターに報告する中で、はい、まあ、選手初めてあの年浦和に来た西川周作選手と、はい、あとずっと浦和にいる山田直樹君を、はい、2人をこう割とインタビューとか、はい、あのさせてもらって、まあ、少し西川選手浦和の街を歩いてもらったりとか、はい、青木君は、大原から龍馬を歩いてもらう中でいろんな話を聞けて、まあ、ちょっとその2人の話を聞けたのがすごい、うん、ますかね。あとやっぱり本当に、まあ、映画やってたからこそ、はい、まあ、普段こういうふうにねなかなかこうサッカーの人とかに話したりとかってできないけど、ね、まあ、映画やってたから、あのそのことによっていろいろ話せたりとか、まあ、そういうのはすごい嬉しかったね。はい、ちょっとこちらの映画に関してなんか、その中で実際2本撮られて、なんか一番あの映画の中で伝えたかった。
まあ、やっぱ僕そう思ってるんですけど、はい、やっぱこうずっと長く応援してる人もいれば、はい、まあ、今日初めて来る人もいますよね、はい、まあ、なんかそういう人たちも今日のサッカーの試合を見る、まあ、権利というかその楽しむ権利っていうのは平等なんじゃないかなっていうのをずっと僕はやっぱ思ってて、はい、それをすごく伝えたかったですね、はい、映画撮ってなんか大原に行ったら、はい、なんか一人のサポーターの子が、はい、僕はあの映画見てレッツ好きになったんですよ。今年は行くようになったんですよ。もうその時なんか感動して嬉しいですよね。それはじっと来ちゃって、でもやっぱあとその無観客試合があってあの浦和の映画にはなってしまったかなって僕は思ったんですけど、そのあの映画札幌とかあの県でも上映してくれたんですね、はい、ちょっとやっぱコンサドーレがあったりすると、うん、レッツの映画どうなのみたいな声もあるじゃないですか、はい、その時にその札幌のユネッドシネマで上映する時にチェアマンだった野々村さんが、まあこれはサッカーの映画だからみんな楽しんでこの映画を見てサッカーで少し幸せになりましょうっていうコメントを出してくれたんですよ、野々村さんが。まあそれはすごく作ってよかったなと思って、すごくいいお話をいただきありがとうございます、金子さん。そんな中ずっとねさっきから UG さんが浮かない顔してるのなんでなんですか。俺はこの映画はもう二度と見たくないなとずっと思ってる。そんな監督の前でひどい話だった。なんで。いやまあ俺的にはちょっとトラウマがありまして。なんかありましたっけ。あるんですよ場面って、はい、まあ、あの映画に出てるすごい若い女の子に、はい、あの振られたことがありまして2014年はね皆さんご存知の通りあんなことがあって、はい、最後のシーズンもねシーズンの終わりは終わり方だったんで見たくないって人がいっぱいいるのすごく、はい、あの僕も知ってたんですけど、はい、ユージーさんみたいな理由じゃないですよ。僕は素敵な恥挑戦という理由でえそれ最初に見た時どう思いますびっくりして固まったよお前。えだって嘘だろと思って振られちゃった女の子がどんどん出てきた、どんどん出てきた、すごい喋ってすごい喋って結構出てますもんね、うん、その後続かないですよ、ね、頭が入んなかった頭入ってこないですよ。だ結構あのサポーターの出てもらう人も本当に偶然なんですよね、はい、やっぱサポーターもこう長く行ってる人がなんだ人が出てないんだよみたいな話って言ってますか。だからもっとよりさっき言ったようにフラットっていうか、まあ、偶然その日撮影してて出会った人とか、まあ、本当にあんまりこう特定せずになコアなサポーターを出したりとかそういうことよりもごくごく普通のサポーターの人に出てもらいたいって言った時にそれはそんなことです。いや俺の昇進話がこんな監督に喜んでもらえたら振られがいがあったよ。俺も8年かけてなんだこの俺の嫌がらせのドッキリなのかと思ったよ。そんな UG さんではちょっと寂しい思いでもあるんですけど、ありがとうございます。裏六というテーマでは毎回聞いていることがありまして、金子さんにとって浦和レッズとはというところなんですけど、埼玉でサッカーをやってたので、はい、まあ、誇りというかまさにプライドというか浦和がやっぱりなんかまあ憧れですね。ずっと憧れで選手たちとか、まあ、夢というか僕らの頃は J リーグもなかったですし、まあ、日本代表がワールドカップに行くようなことなんて考えられないようなサッカーの冬の時代だから、まあ、今はなんか本当にちょっと夢のようですよ。こんなにここにこんなでかいスタジアムができてっていうのは僕らが高校のサッカーやってることは考えられなかったので、たくさんのサポーターも来てますしね、はい、まあ、本当に誇りだと思います。浦和レッズは今日はそれでどうもありがとうございました。ありがとうございました。喜んでもらえてよかった。そっち